正直楽しみです。中日根尾昂、4日敵地広島戦で今季初先発へ首位相手にプロ初勝利目指す中日の根尾昂投手24が4日の広島戦松田で今季初先発のマウンドに臨む。1日は名古屋球場で汗を流して準備を整えた。正念場の8月を迎え、背番号7に声がかかった。用意されたマウンドは敵地での第3戦。首位を走る赤ヘル打線に挑む。春季キャンプを投手としては初の1軍畳組でスタート。その後もオープン戦など対外試合でアピールしたが、開幕ローテーション入りは叶わず。中継ぎ陣が疲弊した5月5日にロングリリーフ要員として1軍に昇格したが、中継ぎでの2登板のみで防御率は579。同23日に再調整のため出場選手登録を抹消された。ラストピース揃ったな。広島戦でやるなよ。そろそろ結果出さないと現役ドラフト送りにされそう。ずっと二刀流やらすならわかるけど、コロコロ方針変えすぎよな。コンバートでステータス伸ばすかはプロ方式や。立浪のエンタメ能力。正直打席の方が楽しみ。普通に選択肢としてありやろ。タッツは興行というものを理解しとる。バンテリンデビューであってほしかった。中日若手投手の中ではマシな方なんだから、現役ドラフトとかあるわけないだろ。ネオの投球ファン、野手なのにすごい投球だ。ネオすごい。ネオの打撃ファン、投手なのにすごい打撃だ。ネオすごい。広島で投げるの多くない？広島は誰ぶつけられても打てないからね。松田ってビジター狭いんじゃなかったっけ？入れるんか中日ファン。語彙固めに入ったな。まあどうせ広島なら抑えれるやろ。理論なら少しでも打撃期待できるやつ投げさせるの割にかなってる。去年は大量リードで余裕からの突然崩れて、後の中継ぎも打たれて勝ちが消えたんだよな。チームがサヨナラ勝ちしたから良かったものの。阪神に3連敗したし。そろそろネオ投入してファンサービスしとくか。あ、やば、ヤクルトさん立てしちゃった。でも今更ネオやめられねえ。ってところですかね。狭くされても当日券出るレベルだから、そこに関しては文句言えんやろ。普通に他に候補がいないからなんですよ。立浪は与えられた仕事を完璧にこなしてる。その与えられてる仕事が終わってるだけだ。二刀流やらせたおかげでファンは死ぬまで才能と取り組みから目を背けてたらればいいわけできるから、よだに感謝せな。二軍で調整が終わりそうな大野とかいるのに中日を下に見すぎ。マシな方？才能はあってもまだまだ実力不足だと思うが。まあ妥当やろ。5球団からどこを選ぶと言われたら広島相手が正解や。ネオと勝ち合うわけではないけど、うちからはノムスケ出すからお手柔らかにな中日さん。エラーされた上に中継ぎ炎上祭りだからネオは特に悪くなかったぞ。その日だけ大谷と入れ替わってにホームランぐらい打ってくれませんか。別に三塁ない野営指定とかで応援しても構わんよ。負けてもともと出しお試しにはいいんちゃう。その大野も松田で投げるやろ。別にライトスタンドで見てもルール違反ではないんだよな。2階に上がっちゃいけないだけで。大野とかネオとか笑ってるけど、中日の投手誰が来たってそんなに打てねえから安心しろよ。大谷さんの影みたいな存在だ。メヒアユイ松葉が抹消されてローテ再編中。松田で投げるのが初戦の小笠原しか決まってない中で、2軍でネオ柳大野の3人をテストしたら柳が炎上したから、ネオと大野が松田で投げるって流れだぞ。試すほど2軍でいい成績残してるわけじゃないんだけどな。相変わらず支給はくっそ多いし。大谷みたいでやんした。あの場面、福永がエラーしなかったらゲッツーで7回終わってたんだよ。まさに瞑想だな。結局どっちつかずでズタボロになりそう。ゲンドラの意義はほどほどにマシだけど、あまり良い機会得られてない選手を出すところだぞ。広島は打線自体は怖いから試しやすいのはあるわな。広島打線抑えられないなら無理。ネオ投げるの風邪人も明後日分かってほしい。ピッチングもそうだが、ネオの打撃を見たい。中日で広島専用機になりましたってもう終わりやろ。そういう立場になってそこから長生きした選手はおらんで。松葉抹消せず残して火曜日の長良川でネオが良かったな。直近7試合の先発で防御率1点台。中日の若手先発では広志と松木平に次ぐ3番手って情報を見てからコメント書いてな。ごくまともな昇格やぞ。客寄せならホームでやるのにビジターだし、
ノムスケも大概中日キラーだけどな。まあ谷間同士仲良く喧嘩しよう。バグ治っちゃったからもうヤシには戻せないぞ。いそう。投手ネオ高橋クラス。打者ネオ中川早手森下クラス。なお現実。現在。投手ネオ。ヤシネオ。成績は？ネオでチュニドラの広島対峙。今シーズンは4月終わった時点で消化試合だから若手の頑張りしか楽しみがない。シーズン途中からなのは意味不明だったけど、現状投手転向してからは投手一本で立浪もやらせてるし頑張ってほしい。結構高騰してうっかり勝利投手になりそう。ちなし広島弱いし誰が投げても余裕で完封やわ。中地を取り上げられた3年目は次のおもちゃを手に入れた。定位置が遠ざかった途端に遊び出したな。バンドでやるなら工業としてわかるのになんで松田。さすがに尊敬すぎない。首脳陣が使える判断すれば他にも投げる機会は出てくるでしょ。ここから立場を上げてくか下げてくかは本人次第。去年巨人戦で飛ぼうと投げ合ってるし、今年ロングリリーフで投げた時は阪神戦だが。ネオに期待してるのは名古屋おばさんだけ定期。客寄せパンダ要因ではなく他にいないから。別に期待はしてない。先発ローテどもが揃いも揃ってだらしないから誰でもええわかん。広人以外ジジイの松葉は食い、育成上がりの松木平より下のやつしかおらんってどういうことだよ。じゃあ1点取られるごとにお前の生え際1センチずつ永久脱毛やな。お前は何を言ってるんだ真顔。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。